おはようございます、いちきです。今日はですね、北浦にやってきました。すごいね、久しぶりなんですよ。私北浦に来たのは去年のいつだったっけ、あれ今日も覚えてないですね。前いつ北浦来たか覚えてない、もう記憶がないぐらい北浦に来てなくて、めちゃくちゃ久しぶりに今日は北浦をかっぱりやっていきたいと思います。はい、ただちょっと減衰してるっぽいので、し風もあんまり吹いてないので、まあ厳しいかなとはちょっと思ってるんですけど、頑張りたいと思います。今日は、ボラコンのイチキブラックと、あとブレリを中心にやっていこうかなと思ってます。はい、ではやっていきましょう。おはようございます。ついに北浦にやってきました。わ、ボラコンを投げ倒していこうと思います。来ちゃったよ、今年初霞ですね。怖い怖い。霞のおかっぱりすごい久しぶりだな。キブラックで釣りたいんですよ。とりあえずね、いつものごとく護岸際を流していきます。でんかな。ちょっとボラコンで反応がなかったら小物を投げようかなと思いますけど、とりあえずね、減衰してるからね、なんか沖に出てそうな気はするけど、なんか鳥もいないし、ベイト系がないのかもしれない。凍るね。
あーダメだ、凍っちゃって全然いい動きしない。もうなんかね、投げまくっちゃってボロボロですね。目もないし。じゃあここから先はね、釣り金なのでね、入らないように。いないね。月はこちらですね。ブレディにフリッシュ。これね、すごいすごくね、ホールが綺麗でした。 3.5g のブレディ。これね、ちょっと広めに探ってみましょう。はあ、手が冷たい。第2ポイント。いやー、いなさそう。結構潜るね、GI。どんな感じ？前傾姿勢。あ、すごい柔らか。ビョン。凍ってるよ。うわあ。ここはですね、私が初めてボラコンで釣ってバラした場所です。思い出の場所。でもその時は確か風が結構当たってて、なんかね、ベイトがね、ちらほら見えたんですよね、この辺に。だから今と全然状況が違うし、時期も違うから多分ね、いないと思うんだよね。いないのかな。お疲れ様です。もうね、言い飽きたんですが、もう言い飽きたんだけど、マジで釣れないんですよ。本当に。ただ私はね、今日はもうどうしても釣りたいんです。どうしても今日バス釣りたいので、もう今からちょっと距離あるんですけど、とあるところに行ってきます。どうしても釣りたい、今日は。本当に。何が何でもっていう感じ。
はい、なので今からちょっと移動したいと思います。はい、もう絶対釣れる、もう今日はね絶対釣れます。もうこれからねバスの絵がねどんどん出てくると思いますので楽しみにしててください。行きましょう。うわぁ、うぅ、ちょっとやばいかも。でかいかも。